もこんにちは、T1 スタイルズです。今年も開幕しましたねー、フロントライン。今回はちょっと予定を変更しまして、現在開催中のゲームモード、フロントライン2020、やっていきたいと思います。今回はフロントラインのゲームモードやルールについては触れていきませんので、もし気になった方は、公式のホームページか、私の過去の動画を見てね。昨年とは少しだけ変わった部分がありますが、大まかなルールは変わりません。試合時間が長いので飛ばしでお見せしていくことになりますが、雰囲気を味わっていただければと思います。今回のマップはクラットワーク、動画では初登場ですね。ゾーン C に攻撃側でマッチング。5つあるトーチ可のうち、3つを破壊できれば勝ち、時間内に破壊できなければ負けです。正体はソーリーさん、山田さんとのプラトーン。最初に乗っていく車両はスウェーデンのプレミアムミディアムタンク、ランスン C。火力と機動力があるので、割とこのフロントラインには向いていそうですね。そして最初は狙撃ポジションを取りに行きます。ゾーン C では今から向かう位置が優秀ですかね。今回重戦車に乗る山田さんが、早速占領を狙ってくれるのでね。すぐにゾーン C が落とせるといいのですが。ではブーラスクに乗るソーリーさんと、一緒に狙撃していきましょうか。しめしめ。よし。火力は正義、このまま落とせるかな？っておい、なんだね君は。死ぬ気か君は、そこまでしてこの狙撃ポジを潰しに来ますか？ブーラスクは2発のオートローダー車両なので、これをされるとどうしようもないですね。ソーリーさんすまない、この車両だけはしっかりと潰しますから。よし。フロントラインはリスポーンできるルールでもあるので、こういう無茶な動きをしてくる方もちらほら見かけるので、これは仕方ない。ソーリーさんには悪いけど、しっかりとゾーン C を奪い取れましたね。じゃまあこのまま、ゾーン B の後方支援に流れようかな。このポジションの強みは、ゾーン C、ゾーン B、どちらも狙撃で狙いやすいところですかね。このクラフトワークというマップ自体、実は私、あまりマッチングの経験がないのですが、ここはお馴染みになりつつあります。あまりマッチングの経験がないと言いましたがね、以前動画を上げた時は、フロントラインは息抜きになって楽しいって、ご紹介したと思うのですが、その気持ち自体は変わらないのですがね、昨年は途中で、あまりやらなくなっちゃったんですよね。ちょっとその理由を語りますと、昨年も今年もそうなんだけど、一月に1週間という開催期間があって、勝つノルマをクリアしないと、このゲームモードでもらえる報酬車両が、もらえないんですよね。あ、ざっくり話しているので、多少の話のズレはお許しを。そう、ノルマ、これが私がフロントラインから少し距離が遠のいた理由です。1週間という期間は、社会人にはあまりにも厳しいですよね。例えば出張でできなかったり、そうでなくても繁忙期でログインできなかったり、疲れてできなかったり、これはフロントラインに限った話ではなくて、マラソンイベントなんかにも言える話なんですけどね。ただこう、お金稼ぎだー、息抜きだーぐらいに遊べているうちは、フロントラインも楽しかったんですけどね。ノルマがあるとね、どうしてもそこには届かないからさ。で、息抜きのつもりでやっていたフロントラインも、高いノルマを設定されちゃうと、急にこのフロントラインが、作業のように思えてきちゃってね。まあ結果、昨年は途中からね、やらなくなってきちゃったんですよ。それと悲しいものでね、フロントラインをノルマって一度思っちゃうと、なんかこのワールドオブタンクス自体が作業のように思えてきちゃった時期がほんの一時期あってね、マラソンイベントあると少し嫌になってきちゃって、ちょっとゲームからも、距離を置いてしまっていたことがありましたね。すぐに戻りましたけど。でまあ単純なもので、ノルマなんて無視でよくね、報酬なんてないと思えばよくね。みたいに切り替えましてね、ボットには復帰しましたし、また息抜き程度でよくね。と、フロントラインにも戻ってきたわけでございます。なので今年も、報酬目指してとはいかないと思うけど、ランダム戦の息抜き程度でね、フロントライン、楽しんでいきたいと思います。あ、みんなごめんね。ちょっとネガティブな話になっちゃって。フロントラインのルールはランダム戦のルールからするとすごく斬新でね、面白いですよね。それにティア8オンリーの戦場だからね、車両研究や乗員育成、クレジット稼ぎにも向いているしね。ゾーン A が占領できたようですね。
第1ラインはあとは B だけですね。ゾンビに山田さんが重戦車としてスポーンしたので、このまま占領しに行きたいところ。まあ、変わらず横槍を入れていくんですけどね。下がってこないかなー、それか違う敵さんが上がってこないかなー。フロントラインって30対30のぶつかり合いなのでね、勝つか負けるかって、攻めの流れを作れるか、守りならばバランスよく守りに広がれるかっていうのが、大切になってくるわけで。負けるときって、味方のせいにしたくなっちゃうんですけどね。誰か個人が悪いわけではなくて、流れを作れなかった味方すべてが悪いことになりがちだからね。勝ち負けにこだわっちゃうと、多分疲れて楽しめなくなっちゃうんですよね。なのでそこにはこだわりすぎないのが、楽しんでいくコツだと思います。勝つ、というより、稼ぐ、味方に合わせて同調し、協力する。それが楽しむコツだと思いますし、勝ちにつなげるコツだと思っていますね。デマーガチガチでやっちゃうと疲れるのでね、エンジョイ、イヤルンルンデイで遊んでいくぐらいがね、長続きしたりするんですよねー。む、ブーラスク。ソーリーさん、あれをやりたげだね。合わせよう。ジュワース。いや、一発痛いね君。でも二人相手は辛かろう。なるほど、ソーリーさん、私に任せたってことですね。では美味しいところをいただきましょう。まあ、あのソーリーさんのヘルスなら、出直した方が早そうだしね。だけど私は違う、ここで死にたくはないのだ。サラダバー。というわけでだいぶ遠い場所まで修理しに来ました。そろそろ通常弾打ち切りそうだったしね。禁弾使ってまでフロントラインで赤字出したくないし。戦車の修理費だって高いのよ、大事に使わなきゃね。それにきっと、私個人の動きなんて、きっと誰も見ていない。バレなきゃいいのさ、バレなきゃね。はい、インターバル終了、帰ってきましたよーっと。しばらく見ない間に、随分押されてますねー。でさすがにそろそろここいても意味ないかな。ゾンビ占領ですか、味方さん、絶好調ですね。ここは B を落として、さらに勢いづけたいところ。B に流れが来てますね。敵もそろそろ統治下の防衛に回りたいだろうし、ここは穴になってきてるかな。ヘイナイス味方さん、このままどんどん行っちゃいましょう。ゾンビーにたくさん味方が集まってるからね。攻めの流れに乗るならば、この B にいるみんなと、ゾーン E を攻めていくのがいいかな。というわけで航空偵察要請しとこ。よし KK、どんどん攻めろさあ、完全に押し込みの流れができてますね。こうやってできた大きな波、もう敵は止められないんじゃないかな。ここで速い車両と遅い車両で足並みがずれちゃったりすると、かっこ撃破されることもあるんだけどね。今回はそれもなさそうだね。うわ、えげつい数の味方が陣地占領に入ってるなぁ。これはさすがに敵も止めようとすら思わなそう。私が陣地入っても意味ないからね。ちょっと立ち向かってくる敵がいないかだけ見ておこう。まさぼりと言われればそこまでだけどね。私これいらないでしょきっと。取ったな。先に進んでおこう。ここまでいい流れですね。はい、ちょっと長めにスキップしました。どっち行こうかマップ見ながら考えていたのでね。とりあえず山田さんと足並み合わせようかなってところですね。残り5分、ただもう一つ占領できるゾーンがありますし、このゾーンを占領すればさらに時間延長。5分以上あって統治下3つ、少しだけ余裕がありそうですね。おろ？
4番トーチか、落としたそうな味方スコダティ27を発見。あ、後ろに CDC が来てるじゃんね、あれは援護してあげたいな。山田さん、4番トーチかを一緒にいかがですか？あ、返事なし、なるほど。CDC にバレたな。ここ、敵はゾーン F は何としてでも守って、時間延長を阻止したいだろうし、4番トーチかは割と穴なんじゃないかな？この4番のトーチかって、ちょっと奥まってるんですよね。なので割とマークされてない時はすぐに防衛に来づらくて、すんなり落とせたりもするんですよね。今まさに狙い目な感じがします。しめしめ、他に敵はいなそうだ。へいお待たせちゃん。ローダーの送電中を狙うとは届き1000番、私と戦いたまえ。私は強気だぞ。あ、スコダ追いかける気か。くそ。まならいいや、トーチカムワンさん。山田さんもやっと来てくれてるし。強気に追い立てよう。くっくっくー、火力が高いのが売りなんでな。痛いじゃろう。これで最後だ。サラダバー。さっさ、邪魔者はいなくなったね。トーチかいただいちゃおう。まさにサンドバッグ。次の敵が来る前に片付けないと。あ、誰か来たな。帰りたまえ。マムコウさんはオートリローダー、途中で息切れする。問題ないな。ではいただきます。よし、4番トーチか破壊、あと3つ潰すだけ。そしてゾーン F も突破できそうだね。最大急に時間を延長できるかな。4番の次に落としやすいのは、5番と1番かなと、開始前にソーリーさんが言ってたっけ。どちらかを狙っていきたいね。まずはゾーン F を落としてもらって、そしたら集まってる味方さんが、5番トーチかに流れてくれるかな？今は時間稼ぎといったところかな。はい、お見事味方さん、どんどん流れちゃってください。あっと、これはダメだね。帰ります。あ、カーナゴンアクション X が追っかけてくる。鬼ごっこだ鬼ごっこだ、逃げろー。ってここも斬新だよねー、トンネルって。ワールドオブタンクスにこんな大きなトンネルができるとは思わなかったなー。ま、ここまでは追いかけてこないでしょうな。修理挟むかな？これ、5番は私が手出すまでもなく壊してくれそうですね。さすがだ味方さん。完璧だね。あとは123のどこかを落とせるかどうかだ。今は5番に固まっちゃってるからな味方さん。ここから次を破壊するのが難しそう。とはいえ残り時間は5分もある。余裕はある、だがどう攻めるかだな。2番3番は5番に集まった味方が流れていくだろうから、敵も絶対に止めに来るだろうね。マークされやすいよね。ちょっとでも敵を片付けられるといいけども。あら、ちょっと思っていたよりも防衛ライン硬いぞこれ。しかも挟まれそう。あれされると抜けないんだよなきっと。まずいな、囲まれそう。一旦逃げるか。裏側から回ろうかなと思って頑張って来てみたけど、こっちも硬い防衛だな。これ、1番トーチかが狙い目じゃね？敵がゾーン D まで押し込みに来ちゃってるくらいだから、リスキル狙って攻め込みすぎてる感あるし、タイミング見て送輪車で走り抜ければ、トーチかノーマークで触りに行けそうじゃね？もう一度確認、うむ、いけそうな気がする。これ車両乗り捨てたいなー、リスポーンしたい。 G
自爆ってどうやってするんだっけ。なんか方法あったよね。どのキーに振られてたっけな。まあ、いっか、ぶっこんじゃえ。それで出直そうか。ほら私はここだぞー。殺してけろー。よし、改めて確認だけど、やっぱり敵、一番と置き換わりスキルすることで守ってる気になってそうだね。装輪車でダバダバっていけそうな気がする。ここは、左側にリスポーンすればスムーズかな？じゃあ行きまーす。敵との戦闘が避けやすい、左回りで押し込んでみよっと。敵さんも、わざわざこんなとこまで攻めてきちゃダメよね。君たちは守るのがお仕事なんだから。以前はリスポーン地点は選べなかったから、リスキルで稼いだり、防衛っていうのができたんだけどね。今年からリスポーン地点を選べるからね、その手は通用しないよ。2番3番の統治下がホットスポットになっているうちに、1番統治下をいただきたいね。あと5分あるって余裕ぶっていたのももう昔の話、残り2分、割とギリギリですよ。任せろ味方さん、みんなが楽しく戦ってくれている隙に、いいところもらっちゃいますからね。いやー、こんだけマップ広いと、装輪車で走りがいがありますねー。そしてびっくりするぐらい敵がいない。こちら側の敵は詰めすぎてるし、他の敵は2番3番で忙しいのかな？なんかバレずに統治下まで来ちゃったよ。しかも味方も敵もいない、完全独り占め。何この美味しいシチュエーションは。私の読みが驚くほど的中だったよ。続々と味方も流れてきてるし、このまま敵がスポーンするまで、美味しく削らせていただきますね。で残り1分を切ったわけだ。かなりギリギリだなぁ。私一人では削りきれない感じ。お、味方到着？いや敵も到着か。前後運動でなるべく被弾を避けながら、もう統治下まっしぐらで行きましょう。みんなやられちゃったよ。もう私だけか。勝つには私がこれを入れなきゃならない。これで最後だ。よっしゃー。残り14秒前、ギリギリでしたわ。戦闘結果です。少佐までありつきました。統治下2機を破壊し、2機とも多大なダメージを与えることができました。最後のシーンは私がいなければ絶対に勝てないと言えるシチュエーション、気持ちの良い勝利、そしてなかなかの貢献ができたのではないでしょうか。読みの的中も冴えてましたね。リスポーンという選択を選んで正解でした。そしてクレジットも経験値も美味しいね。プレミアムアカウントなら良かったんだけどね。全体成績。前半のうまうま狙撃もあって、余ダメージは味方ない1位でしたね。敵との直接対決は控えめ、経験値はほどほどでしたが、気持ちの良い試合だったので満足です。途中、ソーリーさんと山田さんと離れ離れになっちゃったんですけどね。今回に限っては、途中から単独行動をとって正解だったかなと。おかげで敵にマークされずに済みましたしね。試合時間は26分で、クレジットのプラス収支は、14万ほど。まあぼちぼちかな。全くストレスを感じない試合だったので、最後まで楽しめてのこの成績であれば、お腹いっぱいですね。昨年は作業と捉えてあまり遊び続けることのできなかった、このフロントラインですが、今年はランダム戦の息抜きとしてね、楽しみながらプレイできればと思います。動画投稿現在開催中のフロントラインは、今年の前半、毎月1週間の開催予定でございます。まだフロントラインはやってないよという方も、ぜひ一度遊んでみてはいかがでしょうか？皆様もそれぞれの楽しみ方を見出してみてくださいね。以上、最後までご視聴、ありがとうございました。励みになりますので、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。フロントライン開催でちょっと挟み込む感じの投稿になっちゃったけど、パート300も、制作中でございます。お楽しみに。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。またねー。